マムタ宮家とは、川地国に設置された大和朝廷の直轄地。日本初期巻期、第十一、仁徳天皇十三年の秋九月に、初めて、マムタ宮家を建つ。よりて、薄月米部を定むとあるのが書室であり、この宮家があった場所として、和名類受賞の片野軍宮家里の地が否定されている。初期巻、第十一によると、仁徳天皇十一年四月、 天皇は軍神に御事と乗りして、今陳、税の国を見れば、孔も沢もコくトークして、田んぼ少なく乏し、かつ川の水横にゆくれて、龍末からず、漁にリンに会えば、会長坂上がりて、巷股里線に乗り、道路また泥になりぬ。ゆえ、軍心、共に見て、横なる源を決まりて、海に通せて、逆流を塞ぎて、電宅を全く背負わけ、宇治谷武と言った。 それから半年後、冬10月に、宮の北の甲原を掘りて、南の水を引きて、西の海に入る。よりて、その水を泣けて、堀江といわくふまた小に、北の川のおぼうかむとしてまむた包みを築くという土木工事が完成した。これらの事業により、高地化が進み、2年後には、まむたみや家けが設置された。以降も、和日、よさみ池。 横の包みなど、他の多くの土木工事が行われていった。これらの出来事は、古事記下巻にまた、新人を得立ちて、マムタテおびマムタ三宅を作り、また、和日よさみ池を作り、南場の掘り絵を掘りて、海に通し、また小橋港を掘り、また、墨の絵の図を定めた、真引きと簡潔に記されている。初期には、ゼド氏白木人長コール。すなわち、 禅の役に、老夫とも記述されている。これらは、大和政権による河内平野北部の開発の過程を示しており、また、白木からの都来氏族である旗市山武氏の技術による、ものであることが、現在の根屋川氏の旗町、川勝町、渦政町などの地名によっても伝えられている。畑宮家は、初期巻、第十八、戦火天皇の箇所に再度登場する。 天皇は、畜子国を用地として、名の津に三宅を建設するために、尾張国、伊勢国、伊賀国など、各地の三宅の国を運ばせたのだが、阿蘇なお君を使い、して、か、河内の国のマムタ軍の三宅の国を運ぶべしと第1番目に挙げられている。マムタ三宅の考えように、マムタ池が作られたことが、後の初期末期、第24の皇玉天皇2年の記事に現れている。 ありがとうございます。